えっと、ちょっと長いんで省略しますけども、まあ人間その性能が明らかに悪い日の対象とかありますかと。まあ、要するに調子が悪い日ですね。普段できるようなことでも、調子が明らかに悪くていいプレイができない時がありますと。で、そういう時に、まあ、大体さん、は海外大会で、えー、長旅疲れや時差ボケなど、の重りを抱えた状態での互いを経験したいと思いますが、えー、どうしたらいいですかと。まあ、これはそのみんなあって、 まあできるだけその体調を整えるっていうのが、まあ、格ゲーのプロたちはやってるんですけど、まあ、それでも、どうしても無理の時あるんで、まあ、そういう時はもう、それ用のプレイをするしかないですよね。例えば、号旗とかやったら、普段は中足確認してるところを、もう諦めて、中足波動にするとか、入れ込みの中足波動にするとか、っていうのは、まあ、やりますね。まあ、なんか、体育、ちょっともうこれ、緊迫した状態での、体育が出る自信ないから、ワンボタンにしようとか、ガードした後のこと考えようとか、先,先に自分が攻めようとか、 うん、まああと遊びでゲームやってたらキャラを選びますね、俺は。例えば、その、まあ、俺が仕事とかしてるときは、仕事休みの日は対応キャラ使うけど、仕事帰りは攻めキャラ使うとかはやってましたね。例えば、その、まあ、俺はサウト、サウトやってたんですけど、ヒット確認すごい重要なんで、でもその、仕事した後にヒット確認とかもしたないんですよ。メモ疲れてるし。まあ、だからとりあえず、マコトとか、ユンヤンとかで突っ込んでいくかとか。でも、休日は元気やから、 ババリバリ人常になんか同じやっぱりポテンシャルを出すっていうのはすごい難しくてうんできないことにもやっぱストレスたまるから,だから俺はそういう風にやってましたけどねとりあえずだからあのいろんなキャラを使ってましたそういう意味であの気分によって遊べる気分とか自分の体調によって遊ぶ遊び方を変えてました格言内でもだ今の俺のそのピンクマンもそうですけどまあ まだ真面目にやるってやったらまたあ,あのやり方絶対せへんわけやん。だからまあそういうふうにいろんな遊び方を持っとくっていうのは結構ありなんかなと思うんすけど <laughs> まあそれがちょっと難しいやったらシンプルにその省エネのやり方を同じキャラでやるんやったら省エネのやり方を考える。確認ちょっとサボって入れ込み多めにするとかその相手の行動を見てからするのが難しいって時やったら先に自分がボタンを押すやり方を練習するとかですよね。 やっぱり自分が先に動く方が絶対集中力使わないんでっていうやり方とかをやるのもありやと思います。ああ、玉木先生の調子悪いならゲームから離れるっていうのもまあありですね。そういう時はやらないっていうのもまあまあ一つのやり方ですね。まあ調子の良しやすっていうのはまあありますからね。